本日は第1回フランス国際ジュニアユース大会の決勝戦です。決勝のカードは優勝候補のドイツジュニアユースと我らが全日本ジュニアユースです。果たして優勝の栄冠はどちらのチームに。まもなく選手入場です。こんにちは皆さん、本日は全日本ジュニアユースチーム対ドイツジュニアユースチームの試合をお送りします。みんな頑張ろう。ハオ。よし、行くぞ。ハオ。さあ、試合開始です。ドライブシュートだ。次は決めるぞ。オフサイド。こっちです。お主やるの。
今回の俺はマジだぜ。こっちだ。センタリング取りました。いとも簡単にキャッチ取りました。がっちりキャッチ。こっちだ。よこせ。
行け。試合終了。では最後にキャプテンから優勝のスピーチです。皆さん、大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会が始まる前に優勝を誓い合い、今その夢が叶って嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップで優勝することです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。だけど俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。誰の文句もない。君たちがナンバーワンだ。おめでとう、日本。さすが翼だぜ。ああ。第1回大会にふさわしい優勝チームだ。優勝おめでとう。見事だったぞ、翼。おめでとう。俺、中学を卒業したら、ブラジルへ行くんだ。その夢、世界一のサッカー選手になる夢、俺にも手伝わせてくれないか。よし、いける。なんか相手でも俺のドリブルは通用するぞ。うわあ。何ニコニコしてやがんだ。こんな大差をつけられてあんたら悔しくないのか。やめてやる、こんなサッカー部。やめてやる。いい動きしてたぜ、12番。サッカー好きなら諦めるなよ。大空翼さん、ブラジルへ行っても頑張ってください。中原中の12番、君も頑張れよ。翼さんにもらったコインをお守りにして、ここ太陽の国イタリアで俺はやるぞ。どうした信号。この間の紅白戦はまぐれだったのか。くそ、俺は負けない、絶対に負けないぞ。俺は翼さんと一緒にワールドカップに行くんだ。この日、インペーナ対 AC ミラノの試合が行われていた。信号、これがラストチャンスだと思え。ラストチャンス。さあ、頑張ろうぜ、みんな。
ぞ、みんな。ハオ、この試合勝つぞ。ハオ。はっ、シュートだ。こっちだ。
やったー、やったな、シンゴ。ジノの最後の試合を勝利で飾ったぞ。ナイスだ、シンゴ。ありがとう、待ってよ。この日、シンゴは本当の意味でのインテーナの一員となった。おい、シンゴ、お前まだ靴磨きやってんのか？ああ、これだけはやめるわけにはいかないんだ。そこのおじさん、ちょっと待ってて。今始めるからさ。君は日本人か？そう、イタリアにサッカー留学してるんだ。靴磨きで生計立てながらね。おお、珍しいな。だがそう簡単に日本人を受け入れてくれんだろうに。そこはまあ、うんと実力次第だよ。そうだ、今日サンシロスタジアムに見に来てよ。俺もインテーナプリマベーラの一員で試合に出るからさ。え、インテーナプリマベーラ。こんにちは皆さん、本日はインテーナプリマベーラチーム。みんな、ハウ！ダンディーな試合をするぞ。ハウ！さあ、試合開始です。ハズだ！シュートだ！イエローカード。
ネプリマベーラチーム、フリーキックです。よこせ。カット。こっちだ。取りました。よこせ。こっちだ。
試合終了。全ティーレ、あいつには死に青い、この借りはワールドユースで返してやる。いいか翼、もしこの入団テストに落ちたなら即日本に帰ってもらうぞ。16歳でブラジルをワールドユース大会で優勝させた男、カルロス・サンターナ。この男と早く対戦してみたいな。サンターナ、俺はこの日をずっと待ちわびていたんだ。こんにちは皆さん、本日はサンパス FC チーム対 CR フロノリアチーム。頑張ろう。誰が最強か教えてやるぞ。さあ試合開始です。ドライブシュートだ。フリーキックです。取りました。いとも簡単に。こっちだ。
俺の方が優れたプレイヤーだと証明してやる。こっちだ。こっちだ。くらえ。取りました。がっちりキャッチ。
よこせ。はい。こっちだ。試合終了。ブラジル全国選手権サンパス FC の優勝決定です。やったー。また一つ大きな夢を叶えたな、翼。ベロ、俺は負けたのか。ああ、そうか。サンタン。やったな、翼。ロベルト。翼。サンターナ。お前は次回のワールドユース日本の優勝を目指すと言ったな。うん。俺はブラジルの2連覇をかけてお前に挑戦する。サンターナ。ワールドユース優勝をかけ、もう一度戦おう。ん？どうした？見ろ。誰だよ、あいつら。おい、こら、お前ら。いや。全日本の人。全日本。翼どこ？翼どこ？おらへんやんけ。いない。学館処分。仲いいでもええやろ。なんや。何の真似だ。てめえら全日本をぶっ潰すってこった。挑戦状か。この試合受けて立つぜ。
攻めて攻めて攻めるぞ。ハオ。よーし、てめえら行くぜ。ハオ。アイガー。ほどにもねファーストイン。ファーストオラッツァ。こっちだ。俺たちはお前らには負けねえ。こっちです。行けー。
ランスパWe'll be right back.
バクサ、うん、負けてもか。今日は俺たちの負けだ。今度戦う時があれば絶対に負けねえ。また蹴散らしてやるぜ。また来る、翼会える楽しみ。何だったんだあいつら。さあ、全日本ユース強化のためのオランダ戦だったが、1、2戦とも大差で全日本が敗れ去っている。まったく無意味な試合だよな。こんなチームと参戦もすることなかったんだ。そうだな。今日もまた負けんのかな。翼も若林もいないし勝てないよな。翼くん、体調は決して万全じゃない。でも俺はベストを尽くして戦う。オランダユースに勝った。俺は日本に戻ってきたんだ。こんにちは皆さん、本日は全日本ユースチーム対オランダユースチーム、みんな頑張ろう。よし、勝っちまおうぜ。さあ試合開始です。
だユースチーム、ゴールキックです。こっちだ。シュート取りました。かっちりキャッチ。よこせ。こっちだ。センタリング。
ました。センタリング。このメンバーなら負ける気がしねえ。よこせ。いけ。試合終了。オランダユースの真のキャプテン、ブライアン・クライフォード。俺の手で、あいつによって壊されてる。そうか、若林君でも、世界ってひどいや。さっき試合が終わったばかりなのに、もう行っちまうのか。うん、ブラジルでもすぐ試合があるんだ。ワールドユースアジア予選には、また帰ってくるよ。背番号10を開けて待ってるぜ。じゃあ。元気でね、翼くん。うん、サナエちゃんも。何？真の全日本リアルジャパンセブンだと。そうだ、ヘナチョコ全日本ども。こいつらが今日の練習試合の相手なのか。でも俺たちの相手だってお前たち7人しかいないじゃないか。しょうがねえだろ、厳しい練習に耐えたのはこの7人しかいないんだから。ごたくはいらねえぜ。どっちが強いか、どっちがヘナチョコかは戦えばわかるんだよ。いいこと言うじゃねえか。そうと決まれば、早いとこ試合を始めようぜ。
攻めて攻めて攻めるぞ。ハオ、実力を見せてやろうぜ。ハオ、こっちだ。ドラゴンシュート。タイガーシャッター Yeah!
ガッカー甘い よこせいがーっ!勝ったー!甘い!よこせ!こっちだ!こっちだ!よこせ!いがーっ!勝ったー!甘い!よこせ!よこせ!
よこせ。はい。さすが全日本だな。ああ、そうだな。何をやってる、お前ら。なんで主力7人が代表を外されなきゃならないんだ。何が主力7人だ。俺は長年世界各地のサッカーを見て回ってるんだ。世界のサッカーを甘く見るんじゃねえ。お前ら7人は合宿を出て自分自身を鍛え直してこい。いい、俺が目指すはただ一つ、世界の頂点。大空翼を中心に世界一のチームを作る。これは一体。しっかりしろみんな。翼、お前のために全員鍛え上げたが、その結果がこれだ。全員ぶっ潰れた。立ってくれみんな。ワールドユース優勝を目指して戦っていける者を頼む。立ってくれ。翼、俺たちはまだ戦えるぞ。まだ潰されちゃいない。いいか、お前らは潰れちゃいない。予定通り練習試合を行うが、お前らやれるか。相手が誰だろうと俺たちは戦う。相手はどこのチームですか。日本遠征に来ているサンパス FC だ。頑張ろう。ハウ！パーッと勝っちまおうぜ。ハウ！イーグルショットだ！you
シュートだ。Thank you.
よこせ。こっちだ。今日はいい試合ができて本当に良かったよ。でも今のままじゃアジア予選も難しいかもしれないな。ワールドユースブラジル対全日本楽しみにしてるんだからな翼。うん、俺もロベルトそしてサンターナと早く対戦したいんだ。だからアジア予選に負けるわけにはいかないんだ。その意気だ。日本、グアム、チャイニーズ・タイペイ、タイ、4カ国によるワールドユースアジア第一次予選が開幕した。俺たちの夢の第一歩、このメンバーで、この状態から始めなきゃならないんだ。こんにちは皆さん、本日は全日本ユースチーム、タイ、チャイニーズ・タイペイチーム、みんな、頑張ろう。ハオ！この試合、勝つぞ。ハオ！さあ、試合開始です。こっちだ。
イーグルショットだ。そこだ。がっちりキャッチ。
段は。さあ試合開始です。パスだ。インターセプト。ファウルです。全日本ユースチーム、フリーキックです。ファウルです。決める。止める。おお。こっちだ。ファウルです。決まる。さあゴールラインを割りました。チャイニーズタイペイチームゴールキックです。石崎くん、イエローカード。チャイニーズ台北チーム、フリーキックです。チームフリーキックです。取りました。取りました。いとも簡単にキャッチ。パスだ。取りました。全日本ユースチームパスだ。
のクリア。発射。ゴールキックです。リュウリョウ君、運命のクリア。ここ試合終了。全日本ユース、苦しみながらもチャイニーズタイペイを下しました。日本は動きが悪すぎたよな。若島津、アジア予選日本選手名簿にお前も登録されているからな。兄ちゃん、日本の実力はこんなもんなのか。どうだかな。だとしたらがっかりだな。てめえら、なんだあのふぬけた試合は。お前らは。あんなんじゃ優勝どころか一次予選すら突破できねえじゃねえか。おう、スパーさん、会いたかった。嬉しい、嬉しい。戦力になるのは翼一人。本気で勝つ気があるのかね。だと俺たちがこんな弱いチームに負けたと思われるのは迷惑なんだよ。全日本ユースは俺たちが初めて負けた相手だからな。今やったら絶対負けへんわ。そう、負けない。翼戦う。俺たちは負けないよ。どんな敵だろうと全力を尽くして戦う。そして勝つ。みんな、頑張ろう。よーし、てめえら行くぜ。こっちだ。イーグルショットだ。よこせ。パスタ。ドライブシュートだ。
Stop!
っちだ。さっきの言葉は取り消してやる。ワールドユース、絶対優勝しろよ。お前らと戦えて、ほんまストリートサッカーやっててよかったわ。あっ、ひゃひゃひゃ、スッパーさん、また遊ぼう。ありがとう。俺たちは絶対優勝するよ。この一次予選、グアム相手に日本は4対0、タイは12対0だよ。どう考えても日本に勝ち目はないよな。美咲やヒューガたちがいればな。そんな陽気でどうするの。私は翼くんを、そしてみんなを信じる。俺は絶対負けないと。タイユース、やっぱり間に合わなかったか。太陽王子、こんにちは皆さん。本日は全日本ユースチーム対タイユースチーム。
頑張ろう。俺たちはどこよりも強い。さあ試合開始です。コーチ、イーグルショットだ。は
全日本ユースチーム。フリーキックです。1で これなら勝てるぞ。諦めんなよ。さあし、皆さんお待たせしました。来たか、中原中の12番。こっちだ。シュートだ。こっちだ。無駄だ。
インターセプト、ファウルです。あーっと、慎吾くんイエローカード。対ユースチーム、フリーキックです。試合終了。アジア1次予選 D 組は日本が1位、2次予選進出を決めました。やったー。イエーイ、やったそのさ、もうブラジルに帰っちまうのか。今度みんなに会うのは8月だ。じゃあ元気で翼くん。私たち全日本ユースサポーターズクラブも8月にはマレーシアまで応援に駆けつけるから。ふん、帰ってきやがった。さあ早く始めようぜ。俺たちが全日本ユースだってことを証明してやる。そしてお前らを全日本ユースから引きずり下ろしてやるぜ。それはどうかな。お前らがどれだけ強くなったか見せてもらおうか。実力を見せてやろうぜ。よこせ！ね
オタイガーショット、甘い！
こっちだ。俺たちが本物の全日本ユースだ。さあ負けたんだからリアルジャパンセブンには出て行ってもらおうか。そうたい。そうだな、俺たちもお役御免ってとこか。なんだって？どういうことや。俺たちはお前らを鍛えるために作られたんだ。俺たちの分まで頑張ってくれよ。今日の練習試合の相手が来た。今までのどこのチームよりも強い。油断するな。あいつらだ。何？
あいつら。なんでお前らがここに？俺たちがお前らの実力を見てやろうってんだ。ありがたく思え。見せてやろうじゃねえか、俺たちの実力を。そいつは楽しみだ。みんな、頑張ろう。ハオ！よし、行くぞ。ハオ！ドライブシュートだ！こっちか！パスタ！ドライブシュートだ！こっちか！
っちだ。タイガーシャッター。こっちか。こっちだ。ジノ、本気で行くよ。シンゴ、絶対に手は抜かない。こっちか。
け。今の彼らならワールドユース優勝も夢ではありませんね。当たり前だ。そのために7人を離脱させたんだ。リアルジャパンセブンも奴らのために作ったんだ。そして日本のワールドカップ優勝。ああ、日本をサッカー後進国だなんて呼ばせやしねえ。俺たちが越えられなかった世界の壁、あいつらなら越えられる。Thank you.
ャプテン翼 J